ルパン三世、ルパン三世、パート5、ルパン三世、パート5は、モンキーパンチ原作によるアニメ、ルパン三世の作品群のうち、2018年4月4日から9月19日まで、日本テレビ他にて放送された、テレビアニメシリーズを指す。放送終了後の2019年4月11日に、モンキーパンチが死去したため、本作は、原作者存命中に放送された最後の、 テレビシリーズとなった。2015年放送のシリーズから2年ぶりとなるシリーズである。パート4に関わった主要スタッフが中核として引き続き起用され、アニメーション制作をパート4と同じくテレコムアニメーションフィルムが担当している。また、テレビシリーズでは初となる制作委員会方式が用いられてた。主な舞台はフランスとなっている。これに関しては、 イタリアを主な舞台としたパート4終了から期間がそれほど空いておらず、実続き感のあるドラマを感じてもらうためであるほか、その最終話でイタリアから旅だったルパンたちが現在もヨーロッパに滞在し、ルパン一世の生まれた地であるフランスを拠点にしている流れを作りたかったためである。また、作品のテーマはルパンがネット社会を生き抜いていくなど現代的なものになっている。 出演者の津田健次郎によると、本作は若い世代による新しいルパンを作り上げていくという意気込みが強く、長年続いてきた世界観をいかに損なわず新しくできるかを模索していたといい、原点回帰でもある作品だったという。そのため、それまでは躊躇されてきたという人が死ぬ場面もしっかり描写され、被弾などによる流血の描写も過去作より多い。それまでは書く。 シリーズごとに色が変わっていたルパンのジャケットに関して本作では過去作の歴史を全肯定する意味で過去に使われた色が再び採用された。基本は現代のルパンであるためパート4と同じ青と設定しており脚本に合わせて緑や赤、ピンクのジャケットを着用する。これまでのシリーズは1話完結が基本だったが 本作は4本の中編と7本の1は完結型のエピソードで構成されており、中編では各話のラストで次回への引きが入るクリフハンガー構成になっている。そのため各中編の冒頭にエピソード、最後にエピソード品の表記が入る。2018年6月にはシリーズレギュラーの演ブロン役として俳優の上川隆也が出演することが発表された。 上川はすでに本作の第一話に同役で出演していたが、その時点ではノンクレジットであった。シリーズ構成、脚本には大河内一郎が初起用され、設定交渉はルパンザサードシリーズにて設定交渉を務めた白土聖一が務める。大河内の起用はパート5にて企画開発を務めている鈴木恒大がトムスエンタテインメント制作の映画、 福鉄砲娘の鳥物帳で共に作品制作に携わったことのあった大河内をシリーズ構成にオファーしたことによる。大河内は最初、今までのルパンとは違う新聖ルパンにするという企画書を制作陣に提出した。これに長年ルパン三世に関わってきたスタッフたちは驚き、警戒する者もいたという。そんな中、 大河内の提案は監督の矢野雄一郎には前向きに受け入れられ、大河内は現代の新しいルパンを目指しながらも、これまでのシリーズを全肯定するシナリオになるように取り組んだ。今回、大河内が現代のルパンを作ることを企画のようとしたのは、今までルパンを見たことがない若い層に見てもらえる作品にするため、舞台を21世紀の現代として、ルパンたちが、 スマホなどのデジタルガジェットを駆使してお宝を盗む本作のキーキャラクターにも天才ハッカー少女が登場するなどデジタルやサイバーが物語の重要な要素となっている。また、旧来のファンにも楽しんでもらうためにこれまでのシリーズを全肯定するシナリオを目指し原作漫画や過去のアニメシリーズのキャラクターが登場するなど様々な取り組みがなされている。 これらの取り組みは最終的にスタッフたちから好評を得た。クリエイティブプロデューサーの清園優は、大河内のシナリオを称賛しており、もっと早くに出会いたかった、今作は、ルパンシリーズの分岐点になるという手応えを感じると評している。中編エピソードの脚本は、エピソードアイ、エピソードスリー、エピソードフ i ーを大河内、エピソードツーを雑破用。 一話完結型エピソードの脚本は、タイガナイア、副監督の佐藤大輔をはじめ、野島一世、大倉隆弘、綾名、ユニコ、シグレ、沢慶一、西田シャトナーがそれぞれ務めた。一話完結型エピソードでは、それぞれのルパン像が描かれ、キャラクターデザインや背景イメージには、当時のスタッフが参加するなど、エピソードに合わせて異なる演出を盛り込んでいる。 上述の通り、主要スタッフの多くは、パート4から引き継がれた。キャラクターデザインも引き続き横堀久りが起用された。ため、パート4から、大きな変更はないが、現代を描くにあたって、パート4における強弱のある線から、少しすっきりした線に変更された。アフレコに関して、初代ルパン賛成役である、山田康夫は、映像が完成していないと、 仮に録音したセリフと後から、ニュアンスや長さの違う絵が完成しても、リテイクの時間的余裕はなくそのまま放送される。その場合、演技で恥をかくのは役者であるとの考えから収録を、共演者と共にボイコットしたという逸話を持っており、そうした声優側の意向を、役者さんに100%の演技をしてもらおうと山田の没後もスタッフが可能な限り守っていることから、 近年では珍しく映像は毎週完成された状態で収録された。音楽はこれまでのシリーズと同様、大野裕二が担当。180曲以上の書き下ろし曲の他に、デンジャラスゾーンや、マグナムダンス、恋はサンパウロなど、過去作のアレンジ版 BGM や、パート4の BGM も使用されている。ルパンが闇の通販サイト運営者から、 仮想通貨を盗み出す過程で、システム作成者の網と知り合い網を守りながら、ルパンを狙う暗殺者から逃げる物語。レギュラーキャラクターの衣装デザインは、若干の変更はあるものの、基本的に前シリーズ、TEB 第4シリーズを踏襲。全話通して登場するのは、ルパン3世のみ。メインキャラクターその他のキャラクター本項目では、当シリーズに登場する。 各用語について説明する。本作では、ミネ・フジコ役の沢城美幸がエンディングテーマを歌唱する。劇中には、過去の t v シリーズや劇場作品のオマージュが参見されるが、これらは脚本にはなく、絵コンテを担当するスタッフによるお遊び的要素の一つであるという。本項目では前述のオマージュや、その他の補足点を述べる。 突起のないつぼねはすべて日本テレビ系列。放送各日のが愛盗枠前後の編成や、各局の都合等により変更の場合あり。インターネットでは Hulu、Anityl, Animax On Demand, Animax On PlayStation, アニメ放題、Amazon Video, GAO, Store, GAO, JCOM On Demand, Showtime, Staya TV, D-Animax, DTV, DocomoAnime Store, ニコニコチャンネル、ニコニコ生放送、日テレオンデマンド、ハッピー動画、バンダイチャンネル、ビデオパス、ビデオマーケット、フジテレビオンデマンド、ミル、プラス、ユーネクスト、楽天 TV、光 TV にて配信。第1巻の数量限定、プレミアム先着購入特典として、ルパン三世原作誕生50周年記念作品、ルパン三世ルパンは今も燃えているか DVD とピンコード付き50周年記念、オリジナルハコスコが同梱されている。ありがとうございます。